皆さんこんにちは、白川志穂です。本日のメニューはカツ丼、大根と豚肉のピリ辛炒め、厚揚げとさつま揚げの炊いたんです。炊いたんって言ったことないんだけど、ちょっと使ってみたかったからやってみました。起きちゃうの？ちょっと今やっと録音始めた。あやでも失礼いたしました。今さ、これ夜さ録音してるんだけど、父が今日早く寝てくれたから、よしゆっくり録音しようって思った瞬間、録音始めた瞬間にねえ起きた。今ちょっと寝かしつけました。見てわかる通り、今回からかいつからかわかんないけど、サークルに入ってます。ちっちサークルからお届けしてます。サークルで、この間買ってもらった、お父さんに買ってもらったサークル、いや調子いいね。こういう風にサークル越しのご飯も悪くないかなって思うけど、まあこうやってさ改めて見るとちょっとまあ行儀悪いかもしれないね。ね、あもうこのカツ丼めっちゃ美味しかった。カツ丼にあれよ、これカツ丼って言ったっけ、カツ丼にさ七味唐辛子かけて食べるのがめちゃくちゃ好きなの。もう七味唐辛子がさ好きなんだよね。あの長野市でさ、八幡屋伊三郎っていうさ、なんか日本三大七味のうちの一つがこの今私が使ってる八幡屋伊三郎のさ七味なんだけど、いやこれ美味しいから、本当に長野県にさ旅行に来る機会があったらさ、あの買ってほしい。本当に美味しいよ。なんかね、ちゃんと辛いしちゃんとうまいみたいな、うま辛って感じ。ちょっとあんま伝わんないかもしんないけど、なんかねお店があるんだよ、岩田伊三郎ので、あのそこに行くと自分で好きな感じに調合できたりするから、もう辛いのとかすごいなんかこだわってますみたいな人がいたらそうやってみたらいいと思うよです。いや後ろのファービーが哀愁漂わせてるけどさ、私がさ小学生の時にさファービーって流行ったの覚えてる？みんな流行ったのでさ、なんか欲しくて、もうファービー欲しいってなってめっちゃおねだりしたらさ、お姉ちゃんの分と私の分とさ2個買ってくれたんで、 おソロで目の色だけ違うの、おソロの色地みたいな感じで買ってもらったんだけどさ、なんかちゃんとさうちのさお父さんとかさ見なかったんか知らんけどさ、英語バージョンでさその時なんか小学生の時なんかさ英語なんかわかんないからさ、何言ってるかわかんなくてさ、しかもさなんか私のファービーさすぐ寝るの、起きてないので、起きないの全然。なんかファービーってさ、おいファービーファービーパンパンとかやるとさ起きるんだよ、ふうふうとか言って起きるんだけどさすぐ寝ちゃうの、本当になんかだから全然何の思い出もないこのファービーに。しかもさなんか電池そんなに変えてないんだけどすぐ寝ちゃうからさ、全然まだたまに動くんだよね、なんかの振動とかで。いやそれ怖くてファービー、チッチもなんかファービーがたまたまこの間さ起動しちゃってさめっちゃ怯えてたから、本当に誰か欲しかったらあげるわこのファービー。英語あれなら歌うよ、キラキラ星の英語バージョンなら歌う、それしかわかんない。全然このファービーと全然触れ合ったことないから全然何の思いやりも思い入れもないんだけど、本当に怖いよねこういうのって。なんかあちっち出てきましたね。結局なんか中に入れながらあげるとサークルが汚れるということに私は気づき、こうやって外に出してあげてみました。しかしこの日私髪型いい感じにセットしてない？なんかこんなに髪の毛さ短くしたの人生で初めてだから、今までずっとまあ長いか短くしてもまあボブぐらいだったから、髪の毛のセットってちゃんとしたことなくて、なんかそもそもワックス使うの嫌いなの、お風呂嫌いだからさ、ちょっと汚い話になっちゃうけどごめん、なんかお風呂入るの嫌いだから、なんか毎日髪の毛洗うのめんどくさくって、髪の毛乾かすのめんどくさいし、だからなるべくそういうなんかワックスとかを使わない、まあ、せいぜい使ってオイルぐらいの人だったから。でもこんだけショートにしたらさワックス使わないといい感じになんないから、でも髪型のセットとかやり方よくわかんないしと思ってさ、なんかいろんな人のを見てインスタとかバーって見てセットの仕方とか見た見たんだけど、なんかしっくりこなくて、もうどうしようって思った時に中村智也
の髪型を見て、わこれだと思ってちょっと真似してやってみたらすごいいい感じになったから、本当に中村倫也さんありがとうございますって感じになって、本当に男の人ってさ、そう考えたら大変だなと思って、常に短いじゃん、常になんかワックスみたいな、ワックス使ってさセットしてさ、だからセットってさわかる、なんか女の人のさ眉毛ってさ日によってさうまく描けない日あるじゃん、あんな感じでさ、なんかセットもそんな感じで、まあ、今日うまくいったのに、えなんか今日うまくいかないみたいな、え違う、昨日うまくいったのに今日うまくいかないみたいな、そういうことが結構あって、だから慣れだね、これもきっと慣れなんだと思うけど、全然まだ慣れなくて、なんかそもそもセットをするほど、まあ出かけないからさ、私なんかセット しないんだけど、だからもうちょっとあのセットを勉強しようって思ってる。てかなんかね、髪の毛さ、私すごい産後でさ抜けたから、なんかまださスカスカ感があるの、だからそのせいもある、だからうまくいかない、なんかここに厚みが欲しいところに厚みがないみたいな、で左右非対称だし、なんか多分この間さその髪の毛切った時に言われたんだけど、なんか白川さんはなんかやっぱ産後の抜け毛で右側がすごく少ないんですよって言われて、なんかバランスが悪いらしい、だからどうしても理想形にはならない、本当につらい、まあしょうがないね、そんなことはもう時が解決してくれるから。しかしちっちもテレビに夢中だね、なんかさよく乳児検診とかあるんだけどさ、乳児検診のさなんか特にさ、たまにさなんか子供の一日のスケジュールはどんな感じでしたかとかさ、子供にテレビ見せてますかとかさ、いろいろ書いてあってさ、なんかもうなあ、もう一日中見てると思う、ちっち本当にスマホはとかあんま YouTube とかまだ見せてないんだけど、テレビなんてさもう大人が見てるじゃんか、うちのおばあちゃん一日中テレビつけてるからさ、一日中テレビついてるからさ、見せたくなくても自然と目に入っちゃうからさ、もうなんか CM とかになるとパッて、なんか CM の音楽が流れるとパッてちっち反応して見てさ、こうやってご飯もさた、もうテレビの画面に集中しながら、もう私が口に入れた口の方に運んだ口を開けるみたいな、本当にテレビっ子になっちゃって困っちゃうね、本当に。でもしょうがないよね、私もテレビっ子だもん、私だってさ妊娠中かなとかさずっとテレビ見てたもん、うちあの安倍なんだっけプライム、え違うなんだっけ、アマゾンビデオ入ってるからさ、ずーっとアニメ見てた。その時に妊娠中に鬼滅の刃にハマってずーっと見てた。もう鬼滅ハマりすぎてもう4回とか 5回、めっちゃ口一口でか、こういうとこだよね本当に、口でか、いっぱい食べる君が好き、大きな一口、我慢なんてらしくないよ、いっぱい食べる君が好き、カロリーミットファンキャー、カロリーミットファンキャー、カロリーミットファンキャー、今わざわざこの歌を歌いたくて歌詞調べたんだから褒めてほしいわ、かわいいね、チッチのこと後ろからハグしててかわいいねあ、チッチかわいいですね、かわいいかわいい、あ、チッチどっか行きましたね、これ今私の本当にボーナスタイムだから、チッチがいなくなった瞬間に書き込むんだ、私書くか、全然書き込まないね、全然普通に食べてるね、いやでもそうなんだよ本当に、チッチがいると悠長に食べてらんないから、いやもう全母そうだと思うよ、全世界の母はみんなそうだと思う、もうなんかもう子供が生まれたらもうゆっくりご飯食べてる時間なんて本当にマジでないから、ほらこんなに眉間しわを寄せて食べるんじゃないよって思うけど本当に、え私どこ何しに行ったんだろう、チッチ回収しに行ったのかな、はい回収されました、絶対ね回収されるってことはなんか悪いことしてたんだよ、絶対なんかおばあちゃんとかに怒られてたんだと思うよ、困っちゃうね本当に、やんちゃでほらこうやってメガネを奪って食べるの、もうこのメガネ本当にかわいそうなぐらい父の歯型いっぱいついてるからね、せっかくあそこで買ったのに
どこだっけあそこ。もう忘れちゃった名前、あのさチェーン店のさ、いつも忘れちゃう。ジーンズじゃない方、ジーンズじゃない方で買った。好きなんですよ。でもね、好きなんですよ。わざわざ買ったんですよ、東京で。なんか私さ、いつもメガネさ、今までの私のメガネ遍歴さ言うとさ、まず1台目のメガネは韓国で買ったの。韓国旅行行った時に買ったので、その次は福岡旅行に行く飛行機の中でなくして、福岡旅行の福岡で買ったので、今回のメガネは東京で買ったの。東京旅行中に買ったの。いつもなんか知らないけどさ、メガネ買う時絶対旅行中に買うっていう謎の感じなんだよね。だ、地元で買ったことないっていう謎の。メガネってそんな旅行中に買うもんですかって思うけど、いつも買うんだよね。なんかわざわざさ、メガネってさ、大体作るのに、まあ早いけど30分とかかかるんだよ。だからわざわざさ、友達とかさ待たせてさ、ごめんっつって。だからいつも別行動になるの。ちょっと私ちょっとメガネが作ってるから、あ、オッケーオッケー、じゃあなんかその辺見て回ってくるねって言って、本当に今までの友達みんないいやつしかいないし、本当に最後。なんかこんな映像見たらさ、お腹空いてきちゃった。今時間的に言うと夜の23時48分なんですけど、お腹空いてきちゃったから、なんか食べてきます。ご視聴ありがとうございました。